大家好、みおです。新年明けましておめでとうございます。第2弾です。皆さん見ていただけましたでしょうか？前回の第1弾、私の新年の目標是什么でしたね。今年是初一、旧正月の1日目。日本で言うと1月1日の元旦と同じ。ということで、今日は皆さんに私の5年の過ごし方を、はい、お見せいたしたいと思いますよ。まずは5年の1食目。5年の、なんていうの？おせち？おせちじゃないな。おせちじゃないけど、注意のご飯を皆さんにご紹介したいと思います。ただいま、午後1時でございます。私昨日めちゃめちゃたくさん Netflix の、ドラマをすごい見てて、めっちゃ楽しくてめっちゃ泣いたりとかして、ちょっと今日目が腫れているんですけど、さっき起きました。そしてこれから1食目食べたいと思います。さて、私の5年の1食目、じゃらーん、ちまき。そしてじゃん。でこれ何ですか？すそば。我真的第一次看到这样东西なんですよ。本当。なんていうのこれ？ハス。蛋糕糕。本当什么什么糕。これ実は昨天台湾朋友の家人がくれたんですよ。で今日はそれを食べたいと思いまして用意しました。じゃあまずこのちまきから食べようかな。これさっき鍋で温めました。私マジいつぶりだろう食べんの。端午節かな。その時も多分ね、台湾の友達にもらったやつを食べました。さて今日はそのヤンダジョンズな、どんなちまきでございましょうか。そう、何にも聞いてないんだよね。それかすすめヤンダ、はい、まあでも多分大体同じだよね。おうおうおう、なんかでもね、いつも食べるやつよりちょっと長細いかも。おお、葉っぱがでかい。すごいすごい。おおおお、ほい、出てきました、出てきました。はい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 、これでございます。おー、なんか美味しそう、いい感じ。じゃあちょっとこのままいただきますよ。おー、葉っぱがすごい。おー、うん、おー、びっくり。うん、まさかの本堂だった。まさかのあんこ。うんうん、第一次吃甜的。哦。欸，那个変な感じ。我之前吃过的ちまき都是咸的。欸。てか、没想到我有里面甜的ちまき。欸、マジ初めて。あ、そうなんだ。あるんだ。こんなあんこが入ってるやつ。おお。はい、これ。欸、すごいんだけど、ちょっと。ちょっと、あ、葉っぱ捨てます。わあ、この葉っぱ何の葉っぱ？おお、すごい。なんかバナナの葉っぱみたいな。でかっ。おお、あ、すごい。見てこれ。やば。すごい。何枚だこれ。はい。これちょっと、さよならいたしましょう。まあでも甘さ控えめ、そんなすっごい甘くはない。うん、うん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 、これねちょうどいい。かも豆はない、こしあん。あ、このね、やっぱね、もち米が美味しい。このねちまきね、うんうん、ご飯が美味しいんだよね。うん、いや甘いのも美味しいね。今度なんかちょっと甘いの見つけたら買ってみよう。私ちょっと実は、我其实不太喜欢台湾的本豆なんだけど、なんかね、ちょっとやっぱ日本のあんことちょっと味がやっぱ違うから、あんまり好きじゃないんだけど、でもここの、うん、本豆美味しい。え、なんか、大発見。
甘いちまきもおすすめです。じゃあ次、これね、マジ正体不明なんですよ、これこれ何マジで全然わかんないんだけど、あ、ちなみにこれ友達はあそこなんだっけ、ジョンゼンジニンタンのあの近くのスーちゃん市場なんだっけ、日本人の観光客にもすごい人気の、何年か前、最近か、新しいスーちゃんになったんだけど、そう、そこで買ってくれたってのは聞いたんですけど、さてこれ何ですか脳みあーでももち米と本とで砂糖、あとリエンツ、リエンツかっこシュエリエンツと、あとなんか豆って書いてある、保存期限は2ヶ月おうおうおう、冷凍もできる、で開けたら2日以内に食べてください、で、あ、調理方法は煎蒸炸都可以らしいです、あ、年糕、年糕って書いてある、あー微外烧成年糕だから、あれか、やっぱ なんて言うんだっけ、それ年糕って何、年糕ってなんて言うんだっけ、なんかあるよね、私年糕え食べたこと多分あるけど、やばい、記憶にない、でもマジで最近台湾のもの食べてなさすぎて、年糕わかるよ、なんかお餅のケーキみたいなやつですよね、ちょっとじゃあどうやって作ろう、何がいいんだろう、自演かな、なんかズンはちょっとなんかあんまり、焼くか揚げる、あ、揚げても美味しそう、こういうの、じゃあちょっと油多めで焼き揚げみたいな、ちょっとしてみようかな、じゃあちょっと作ってみます、はい、焼いてきました。え、なんかさ、そう、びっくりしたんだけど、なんか最初はあの切ったやつ硬くて、え、これやっぱなんかボソボソしててまずそうと思ったんだけど、なんか焼いてたらどんどん柔らかくなってきて、やっぱりあのあれだよね、お餅みたいってことだよね、しかもさ、これね、このなんとか豆がすごいあって、え、なんかめっちゃ美味しそうじゃない、なんか焼く前は正直なんかちょっと見た目グロい、ちょっとシンって感じで、おー、めいよ、しんちゅうだったんだけど、で、今ね、油をちょっと多めに、よりんどうで、あの、揚げ焼きみたいにしてたら、なんか途中からめっちゃ美味しそうな感じになってきて、なんかね、なんていうの、柔らかくなってきて、なんかほんとお餅が、ちょっと伸びたみたいな。え、なんか、いい感じじゃない？じゃあ、いただきまーす。うん。はく。うん。うん、うん。伸びた。うん。うん。うん。うまい。なんかこのサクサクがちょうどいい感じ、しかも。うん。うま。美味しい。見た目よりも美味しい。なんかやっぱ台湾で東西って、ちょっと对日本来讲、看起来有点怪怪なんだけど、やっぱ吃起来、食べると美味しいの多いよね。なんかこの豆もね、ちょっとね、リーツみたい、リーツ、あの栗みたいな味がします。うんうん、おいしい。ちょっとこのちょっと焦げたところ、うん、うまい。やっぱちょっとこのよく焼けてるジェンのところがなんかいい感じ。これは日本でいうお正月に食べるお餅だ。日本もお正月お餅食べる、あのお雑煮ってスープの中でも食べるし、普通にお餅だけ焼いたりとか。甘さもちょうどいい。結構台湾のものって甘くない、なんか味あんまりしないっていうもの結構多いんだけど、まあそれかすっごい甘いか、なんかこれね、ちょうどいい甘さ。うん、あ、これね、お茶飲みたくなる。うん、うまっ。いや、めっちゃいい感じじゃない、すっごい、このなんかキューキューってのかな、キューキューよりも柔らかいね。うん。ちょっとこの豆だけ食べてみる。うん。うん。美味しい。なんだろう、ひよこ豆。なんだろうな。え、なんかごめんなさい。見た目美味しそうじゃないって思ってました。本当ごめんなさい、台湾の皆さん。うん、美味しかった。こういうの、やっぱり油多めで。なんか揚げ焼き、あ、揚げたような焼いたような
それがすごい良かったと思う。やばいよ、9位からルーリアン対ガオラなんですけど、どうしよう。今1時過ぎ、1時15分20分ぐらい。じゃあこっから運動をしに行きたいと思います。ちょっと歩くか U バイク乗ってちょっと運動しに行きましょう。そして私この後何をするかと言いますとですね、前回の動画でも言ったんですけど、私この後に全く予定がございません。今日これ食べたでしょ、これが一つ目の予定で、この後はシンバークーに行きたいと思います。注意もやってる、ちょっとシンバークー見つけたので、ちょっとそのシンバークーに行って演奏しようかな、中国語勉強しようかな、久しぶりに。まあでもそれか、まあちょっと読書とかしようかな。とりあえずスターバックスに一人で行きたいと思います。やっほー、今スターバックスから帰ってきました。ちょっとねスターバックスが6時までしかやってなかったので、6時まで、はい、ゆっくりなんか和尚寺とか観衆とかをしてきました。あ、なんかでもシンバークはね注意だったけど普通に人いた。私みたいに一人でなんか勉強してる人とか、一人でいる人も、結構いました。ね、Uバイク乗って運動も、はい。全部で1時間ぐらいUバイク乗って、ちょっとなんか散歩したりとかしてきました。まあ外ね、やっぱいいね。注意マジで車全然なくて、もうめっちゃ静かで人もなんか全然歩いてなくて。まあでもちょっと、ドン中の方とか、そっちの方も行ったんですけど、新一中とか。まあ、ちょっとその辺は人いたんですけど、まあまあでもいつもに比べたらもうめちゃめちゃ街が静かで本当に良かった。もう毎日こんなんだったらいいのにな、台北の街。はい。で運動もして、シンバークラで一人で楽しくしてきて。ということで、まあちょっとお腹空いたので、まあ家にある材料を見たら今玉ねぎとか、まあそういうのしかなかったので、まあサバ缶も日本から買ってきてあるので、ちょっと今日は久しぶりにサバ缶のスパイスカレー、インドカレーを作りたいと思って、これから作ります。もうお腹空いたので、YouTube はこの辺で終わりにします。さあ、私の注意の生活、はい。昨日の、まあ、もうほぼ朝方まで Netflix を見て、で、1時前ぐらいに起きて、でそっからニエンガオとちまき始めて食べました。そしてシンバークーに行きました。中二の予定は何ですか？シンバークーです。中三はシンバークーです。ということで、これから多分私は1週間毎日いろいろな違う場所のスターバックスに行って、一人のゴーニエンを楽しみたいと思います。皆さんのゴーニエンはどうでしたでしょうか？来年はこんな一人のゴーニエンじゃないことを願いますと、私は去年も同じことを思いました。あ、でも本当台湾の朋友のおかげでニエンガオとチマキを食べれて、注意はすごいいい始まりを始められたと思います。ということで以上、私の後年中医の過ごし方でした。またねー。谢谢看我的影片，请帮我订阅、按赞、分享、留言、开启小铃铛。